はい、どうも、皆さんちナイトです。ということで、今回はですね、ペアパレ復刻ということで動画を撮っていこうと思います。はい、ということで、まあ、昨日ね、お知らせがね、あったと思うんですけど、ね、も本日の12時でこちらのペアパレ復刻が登場になりました。ということで、早速ね、見ていこうと思います。先週に開、ね、けたガチャイペス,スケジュールの方でも、今週中にペアパレ復刻が、ね、登場があるんじゃないか、嘘想ね、していたんですけども、まあ、今週の月曜日から先からね、ペアパレ復刻が登場 になりました今回一応あれかな桜日向で、えー、4ペアずつですねが付されております。今回は7段と1段が 復刻のラインナップとして登場しておりますでその中でも7段に登場していた3ペアが初復刻になっておりますなのでペアポレ復刻も一周したから全部全ての段が一周されました第1弾の5ペアが1回目をね復刻になっておりますで残念ながら7段に登場していた後ろサリナ3つ佐々木ミレペア後ろサリナさんがねもう卒業しているためまあ今回ね登場はしておりませんなので合計できた8ペアが登場しております あとはガチャ内容とかは全く一緒ね。優勝があって、まあ、天井があるって感じです。まあ、ということで今回ですね、このペアップル復刻ね、4.5周年前に引くべきなのかっていうのをね、ちょっと中心に解説の方をやっていこうかなと思います。ということで早速ね、やっていこうと思います。Let's go! はい、ということで、早速ね、やっていこうと思います。ということで、まずはですね、前提としてなんですけども、今回ですね、ペーパル復刻は、えっと、引くべきではないです。前提として、話なんですけども、特に無課金と美課金の方は、スルーが基本かなと思います。もう、ここまでちゃんの理由があるんですけども、後を説明するんですけども、無課金と美課金の方は、スルーが基本ですで。あと課金できる人、もう無理して引くことはないかなと思います。課金できる人でも余裕がね、あるかなと思うんですけども、そういう 方でも今回はまあ、スルーするべきかなとは個人的に思っておりますすスルーするべきっていうのを前提に引くべき人だったりを話していこうかなと思います。ちょっとね、わ分かりにくいかもしれないんですけども、ちょっと話していこうかなと思います。今回引くべき人、まずは7名が欲しい人なんですけども、まぁ、あ、今回ね、初復刻されたと思うんですけども、一応ですね、この初登場が、えっ、ー、と、去年の10月ということで、約ね、5ヶ月ぶりの復告になっております。なので、まあ初登 登場の時に引いたよって方結構多いんじゃないかなと思いますなので復刻を引く人はかなり少ないんじゃないかなこの今ステラもね登場してるわけです2年までねなので第7なんですねこちらの遠藤光ウィズマスモンドケアペア森田光ウィズ山崎天ンペア 高橋美国宇小坂直ペア欲しいって方は、まあ今回スルーでもいいんじゃないかなとは個人的に思っております。ここもね、ちゃんと理由がありまして、まあ、こ,この理由は一段とちょっとね、繋がるものがあります。ということで続いて一段をね、を狙いで引く人なんですけども、まあこの一段がですね、初復刻が、えっと、去年の4月かな ?4 月の月末ぐらいだったと思うんですけども、それ以来なんですよね、復刻が。ということで今回2回目ということで、えっと、2回目の復刻が来たら、えっと、3回目の復刻ほぼない。 とと思っってててくださいいいここはねもうゼロと言ってもいいんじゃないかななとは個人的に思っておりますなぜね、この3回目の復刻が来ないかの話なんですけども、ペアプレの前にソロペアプレっていうものがありました。そのソロペアプレの復刻が最大2回までだったんですね、復刻が。第1弾がね、3回目の復刻がされてないんですよ。な事例として3回目の復告がないんですよね。プレシャツ自体が3回目の復刻が事例としてないということで、このペアプレも3回目の復刻はほ ほぼないんじゃないかなとは思っております。今回ね、もう一周したということで、まあ、次回の復刻は多分、ステラ第一なんじゃないかなとは思います。なので、まあ、この第一なんですね。ペアパレ第一弾は、まあ、もう今回の復刻で終わりなんじゃないかと思うので、まあ、第一弾目的で引く人は今回引くべきかなとは思います。なので、今回の復刻が、ま、ラストチャンスになるのが結構ね、可能性的には高いので、まあ、一弾を引く人は今回ね、まあ、引くべきかなとは思います。タムナホノウィズ、藤吉カリンペア、 だったり、まあ、だったりね、マス松本キラーウィズ、大沼巨峰ペア、ダリアとは、と日向で言うと、まあ、東村名ウィズ、高本早香ペアだったり、ね、あとはお味噌汁ペア。欲しいって方は、今回引くべきかなとは思います。なので、本当に。三回目の復刻はほぼないんじゃないかなと、本当に思っているので、まあ、冗談なしで言ってるので、多分ないと思うので、まあ、一時残念いで、今回引く人は引いた方がいいかなと思います。で、なので、第七なんですね。こっち狙いで引く人は、もう一回チャンスがあるんじゃないかなと思います。もう 一回ね、登場、復刻の登場があるんじゃないかなと思うので七だ目的で、まあ、今回引く人はまあもう一回チャンスがあるのでまあスルーでもいいんじゃないかなと思いますで、二回目の復刻はまだ確定していないのでまあちょっとわかんないんですけどもまあ2回目の登場多分あるんじゃないかなと思います多分一年後とか半年後になっちゃうかもしれないんですけども、まあ、あると思いますで、そのね、二回目の復刻が待ちきれないだったり、まあ、今すぐ教えて方は今回引くべきかなと思うんですけども今すぐに、ね、必要ないだったり まあ、二回目の復刻でいいかなって方は、まあ、七段目的で引くる人は、今回ね、スルーでいいかなとは思います。あとはね、ペアプレってね、押し面をね、中心にフロントをね、組む編成なので、押し面がいるかいないかでも、今回ね、優先度が変わってくるかなとは思います。の、本当に一難のね、登場してる押し面がいるって方は、ちょっとこのガチャをちょっと考え、考えた方がいいんじゃないかなと思います。けども、まあ、基本的にはね、4.5周年、ヌカジャをね、用語引いた方がいいと思うので、ね、まあ、基本的にはスルーかなとは思います。 us はい、ということで、動画のね、途中かなと思うんですけども、あの、抽選結果ですね。あの、オンエアマークのダブル抽選結果、表がね、今日あるので、まあ、この結果を見ていこうかなと思います。結果の発表後に20連ぐらいガチャを引いているので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ガチャの方を見てもらえると嬉しいです。ということで、12枚かなあって、ミーパンにしたかなと思います。はい、なのでちょっと見ていこうと思います。まあ、多分当たんないと思うけどね。多分ね、これ当たったらちょっと面白いんですけども、抽選結果。 うわぁ、当たってない。いや当たんないよね。ということで、3等でしたねは。はい。ということで、12枚がジェムに変わりました。ということで、皆さんの抽選結果、なのね、コメント欄で教えてくれると嬉しいです。ということで、ガチャのね、動画で、ね、どうぞ。 はい、ということで、ラストのちょっとガチャ引いて終わるかなと思います。ということで、何引こうかなまあ、こっちのペイプルはね、別にそんな欲しいメンバーもいないので、まあ、こっち引こうかな、ちょっと。10連だけ引いて終わろうかなと思います。はい、カレンちゃん狙いで引いていこうかなと思います。行きましょうか。 はい、ということで、土曜日にあったあれかなあの、グランドツアーで東京ドーム公演が決まりましたね。めっちゃ楽しみ。6月ぐらいに、に、まあ、東京ドーム公演があるみたいなので、ぜひね、応募しましょう。<laughs> まあ、すると思うけど、みんなね。僕もするんで、っ楽しみですね。年ぶりかな前回の東京ドームは多分あれかなあの、ゆっくの卒ンだと思うので、約2年ぶりの開催なので、来た カリかりんちゃんじゃないけど全然嬉しいです。全然いいですは。ということで、ラスト引いておこうと思います。ということで、ぜひね、今回の感想だったりね、ガチャの結果だったりありましたら、今回コメント欄で教えてくれると嬉しいです。はい、ということで、かりんちゃん来てほしいです。お願いします。ね、なさそう。みんな引くかなの今回のペアプレイ。まあ多分引かない人多いんじゃないかなと思いますね。多分。多分ね、わかんないけど。引く人もいるかもしれないけど、そんなに多くはないんじゃないかなとは思います。 来なそう来ないねまたパクシーで終わりそうだけどペアプリ報告ね理解できたって方は是非ね<っ>高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますはいということでパクシかなということでペアプリ報告ね引く人は是非ね引いてみてくださいということでお疲れ様でしたバイバイト